9月某日、ホスト TV はある男の取材をした。母親が結構厳しい人で、ホスト始めるって言わずにホスト始めたんで、ある程度ホストとして自分で稼げるようになって、親孝行できるまではなんかホストしてるって言っても恥ずかしいんで、ある程度の給料もらってからホストとして頑張ってるっていうのは言いました。ネオユニバース、タスク、関西一の人気ホストクラブ、ネオユニバースで華々しい活躍をする彼。だが、彼のホスト人生は順風とはいかなかった。まあお金の話になっちゃうんですけど、売りかけ飛ばれて、そのなんか急に連絡取られへんくなったりとか、ホスト自体のセンスはマジでなかったと思います。ホストとしてのセンスはなかったと語る彼だが、それでも努力を重ね、某有名グループで成果を前の店の時に多分代表されてたってなってて、で一番トップでやらせてもらってて、メンタルはめちゃめちゃ強い方やと思います。ちょっとやそっとじゃなかなか折れないなっていうのは自分でもなんか分かってますね。そんな一人のホスト、タスクに密着取材を行った。 HostTV.com 大阪ミナミで落ち合った一人の、本日はよろしくお願いします。タスクです。クラブネオユニバースのタスクって言います。年齢は今30歳です。なんか僕は自分になんか馴染みがある名前の方がいいかなと思ったんで、まあ、本名は僕ユウスケって言うんですけど、ユウスケのユウが訓読みにしたらタスクって読めるんで、そのままもうそれにしちゃいましたね。ネオユニバースはどこに行ってるの？そうです、移籍しました。ホストは始めてから8年目ですね。某有名グループから移籍を果たした彼、ホストという道を選んだ経緯を受けました。出身地は奈良県です。クソ田舎の山だらけでしたね。もともと大学に行ってたんですけど、なんか自分がサラリーマンをしてる想像が全くつかなくて、大学を途中で辞めたんですよね。辞めた後に1年ぐらい何もしない時期があったんですけど、ホストもちょっと興味あったんで、どうせやったらホストを挑戦してみようかなと思って、まあ、ホストしたのがきっかけですね。まあ、体験入店行く時もめちゃめちゃビビってたんですけど、まあ、行ってみればみんな優しいですし、全然変わりましたね。趣味とかってあったりしますか？趣味は筋トレと、あと僕めっちゃお酒好きなんで、お酒と、あとは、まあ、昔バスケしてたのでバスケ見たりとか、あと格闘技も好きなんで格闘技観戦したりとかですね。10年ぐらいバスケしてたのと、少林寺拳法を小学生からやってて、まあ、全国大会行ったりとかもしてたんで。今アスリートだったんですか？割と結構アスリートやったかもしれないですね。しんどい練習とかいっぱいやってきたんで、メンタルはめちゃめちゃ強い方やと思います。ちょっとやそっとじゃなかなか折れないなっていうのは自分でもなんか分かってますね。アスリートとして鍛えた強靭なメンタルがホストという仕事で大いに生かされているのだ。そんな彼の話し口調や立ち振る舞いは、一見ホストっぽくなく真面目な好青年という印象を受けた。真面目そうなイメージが。ああ、でも根は多分真面目やと思いますね。母親が結構厳しい人で、小学校から黙問行ったり塾行ったりとか、まあ高校はちょっとした進学校とか行ったりとかして、9割ぐらい学生時代で勉強ばっかしてきたんで、マジでクソ真面目やったんですけど、勝手にお酒食っちゃいましたね。親にも何も言わずにカバンに荷物まとめて寮に気づいたら入ってたって感じです。最初ホスト始めるって怒られたりしなかったですか？あ、でもホスト始めるって言わずにホスト始めたんで、ある程度ホストとしてまあ自分で稼げるようになって、親孝行できるまではなんかホストしてるって言っても恥ずかしいんで言わんとこうと思ってて、ある程度の給料もらってからホストとして頑張ってるっていうのは言いました。教育熱心な母の下で真面目に育った彼は、両親の反対を危惧し何も告げずにホストの世界に飛び込んでしまったが、ホストとして成果を残せるようになった彼を、今となっては両親も応援してくれていると語ってくれた。しかし、ホストとして売れるまでの道のりは順風ではなかった。すぐ売れたりはします。ああ、僕はむしろ全然そうじゃない方で、まあお金の話になっちゃうんですけど、売りかけ飛ばれて、そのなんか急に連絡取られへんくなったりとか、70万ぐらいです。回収はできますか？いや、もう全くできずじまいで終わったんで、まあそこまで行っちゃうともう
諦めついてしまうというか、本当に歩合に乗るまで1年ぐらいかかったんで、ホスト自体のセンスはマジでなかったと思います。ホストとしてのセンスはなかった。自身の経験を振り返りそう語るが、ホストとしての過去のタスクを知る者は彼のこのような経歴を教えてくれた。もうタスケ君はその前の店の時に多分代表されてたってなってて、まあ、僕自身も、まあ、代表前ではないんですけど、豊島役っていう立場をいただいてて、一番トップでやらせてもらってて、やっぱりそういう部分、共通点があるからこそ、こう意見が似てるなって、類似してるものがあるなって思ってたんで、やっぱ周り見れるなって、まず思いましたね。であとは数字さえ上げたら、多分もう、こうどん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 幹部上がっていけるなって思う人材やなって思うし、多分ほんまはめっちゃ言いたいんやろなって思うけど、それを押し殺して。人のために動いてる姿とか似てるからすごいなって思います。本人の口からは語られなかった元ホストクラブの代表という経緯が、彼をよく知る人物からの取材で明らかになった。そんなタスクのホストとしての実力を示すよう、彼を長きにわたり応援する女性が営業直後のネオユニバースにいち早く訪れる。指名されて長いんですか？タスクさん、どういったところが魅力ですか？いや、本当に毎月に僕の顔を立てていただいて感謝の一言でしかないです。そしてこの日、タスクを長きにわたり応援する女性が彼に高額オーダーを通した。彼の手に通されたのは超高級シャンパン、エンジェル。営業で心掛けてることとかはありますか？まず第一に絶対に休まないことですね。夜食ってルーズなイメージあると思うんですけど、毎日出勤するだけでもそれだけで差はつけれますし、あとまあ営業中はもう常に笑ってます。お客さん楽しんでくれてなんぼなん で自分も楽しんだら、まあ、必然的にお客様も楽しんでくれるかなっていう感じで、営業中は常にもうワイワイして笑って酒飲んでる感じです。通常営業日に関わらず通された超高額オーダー、店内のコミュニケーション急上昇、ホストとしての高い実力を見せつける。彼の人柄について教えていただけますか？まあ、酒ヤクザですね。いや、まあそれは嘘なんですけど、まあ、冗談で、まあまあタスクは本当に周りが見えるというか、店のことをいつも考えてくれてる動きを目で見て感じるんで、まあ、そういうところは群抜いていいなと思うし、まあ、これからネオを支えていく人になってくれ、なってほしいと思うんで、タスクにはめちゃめちゃ期待してます。ネオユニバースさんはいかがですか？いや、めちゃくちゃ楽しいですね。前の店は僕結構まあ、孤立してたわけじゃないんですけど、もともと僕全然人に興味がない方で、前の店でも従業員と、まあ、絡んではいたんですけど、営業中だけとかプライベートとか全く連絡とか しなかったんですけど、ネオユニバースさんは本当に従業員の仲が良すぎてびっくりしたんです。本当に自分からももっと従業員にアクション取ったりとかして、ご飯誘ったりとかして、また仕事とかにもつながってくるなっていうのを思ったんで、それもあったんで、馴染むのも割と自分の中では早かった方かなと思います。ホストとして成長できるために経験値を積むじゃないんですけど、そういうところは絶対にケチらずお金は使ってます。どんだけお金ない時でもセットは行ってますし、まあ、今でもそうなんですけど、送り指名一つもらうだけでも嬉しいですし、まあ、シャンパン1本もらうだけでもめちゃめちゃ嬉しいですし、何かしてもらうっていうことが全部嬉しいですね。特にネオユニバースさん入ってからはやっぱり競争率高いんで、もっともっと価値あるように感じてます。高額オーダーのシャンパンホールが120坪オーバーの広い店内が盛大に鳴り響く。こうしてタスクはこの日のラストソングを。ありがとうございます。まあ、ホストとして価値観180度変わったんで、まあ、真面目な方でも全然ホストしてみて、いろんな体験してみたら売れると思うんで。最後に彼に今後の目標を伺った。
まあ、今はまだ全然届かないと思うんですけども、まあ、やっぱホストやってるからにはユニバースでナンバーワンで、まあ、グループで表彰台に上がれるように頑張っていきたいと思います。頑張って売れてください。嬉しい以外の気持ちは見てもらえない。まあ、お客様のね、お客様に対する感謝の気持ちしかないんで。関西一の人気でネオユニバースで華々しい活躍を見せるタスク。そんな彼の動向を我々は今後も追っていく。Make some fucking noise.